はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。1時20分になりましたね。6月は11日の日曜日でございます。ここに来るときにね、地下鉄5駅分なんですけども、スマホでずっとニュースを見るんですね。まあ来てからもね見てますけども、最近少なくなりました。え、これ誰やろ、俺かみたいなですね。そのヤフーニュースを見るんですけど、自分の書いた記事が載っていたりします。一時ね、毎日のように出ていた時あります。3、4年前かな。日経系、朝日系、夕刊フジと現代、5、6箇所に不定期連載をしていた時ありまして、まあ、その時にはまあ、毎日のように自分の記事を見てました。月に締め切りが14回ぐらいあったんですよ。なんか知らんけど書いてましたよ、毎日。その14回あるとほぼ毎日来るよというイメージなんですよ。なんで、でそれに比べれば今はものすごく少なくなってですね、この前夕刊フジ10年続いた連載が終わりました。で終わってですね、あれは月に4回、毎週ですね金曜日に掲載されますんで、翌週の分を前の週の木曜日に書いたんですけど、まあもうちょっと遅いんですけど、本当はね私早く書きたい人間なんで早く書いて送ったんですけど、それが週月に4回あって、その他不定期が2、3回あってってやってたんですけど、今はその夕刊フジもとうなくなりました。でですね、今不定期連載をさせていただいているのは週プレ、週刊プレボーイのデジタル版ですね。でから、たまに現代ビジネスと、あとはですね、今回夕刊フジが終わったことによって始まったのが日刊現代デジタルですね。いや、やったらうちやってくださいという、まあ、夕刊フジ終わったら、ね、ライバルし、紙ではライバルなんですけど、もうデジタルってそんな関係ないやと僕は思うんですけど、でもまあ、まだね、そのあれなんですよ、昭和のおじさんたちがですね経営陣に残ってますんで、紙時代のですね関係を引きずってるのかどうか知りませんけど、で始まりました日刊現代デジタル。今日ですね、朝地下鉄に乗って見てましたら、おっ、榊篤って書いてあるの、かっこ。タイトルがですね、子育て重視派が住むなら湾岸タワマンではなく、文京区の賃貸一択のわけ、かっこ、榊篤って書いてあった。いや、原稿は書きましたよ。原稿は書いて送ってあるんですけど、いつから出るとかね、どんなタイトルで出るとかって連絡はないんですよ。私ってね、その原稿を書くでしょ、送るでしょ、で編集者があまりそのなんていうか、こう手をわずらさくそのままフッと出せるんですね。だからね、メディアによってはね、ゲラチェックも来ないです。チェック来るところもありますし、来ないところもあるんですね。でもうどうでもいいんですよ、私にとっては。言うたこととちゃうことを書いてたら嫌ですよ。でもそんなことほぼないですから、だから言うた通りでね、語尾が変わってるとか、データが間違ってましたから修正しましたとかで、その程度であれば全然チェックなしで OK なんですけど、ちょっと読んでいきましょうね。今日のですね、今朝9時6分に配信をされました。住まいを選ぶ場合、子どもの教育環境を重視する若年カップルは多い。子育て家庭ならそれは多数派かもしれない。近年ペアローンを組んで湾岸のタワマンを購入するのが流行りのようだが、果たしてその選択は子育ての街で、子育て面で、賢明と言えるだろうか。ただでさえ荒涼とした風景が広がる湾岸の埋め立ての中で、大人たちのくだらない階層ヒエラルキーの目に囲まれる日常が素晴らしい子育て環境だとはとても思えないと。人間社会には世代を積み重ねた歴史と成熟がある。子どもたちがこの国で育つなら、そういった先人たちの営みが作り上げた文化が感じられる環境の中でこそ、より深みを持った知性や人間性を磨くことができるのではないかと。なんか自分で偉そうなことがありません、ものすごい偉そうなことがありません。また文化性の高いエリアにはそういった環境を好む人々が自然に集まるので、街並みや施設も子育てにふさわしい方向へと整ってくる。東京23区で子育てをするのなら、まず文京区がおすすめできる。その名の通り、このエリアは文京の香りが漂っている。文京の京がね、
文京区の京は京都の京ですけど、文京の香りの文京は京が教えるですね。あまり知られていないが文京区にはこれといった歓楽街がない。そうなんですよ、簡単にはお酒を飲むにふさわしい街が あそこ飲み行こうとか言いますよね、わけですよ、文京区にはないです。あの後楽園の周辺にちょっとしたその商店があるとかありますけどね、それ以外こう飲み行こうという街がないんですね、文京区には。それでいて国立の幼稚園、小学校、中学校などが3系統もある、筑波大附属、お茶の水大附属、学芸大附属である。こういった国立系幼稚園と小学校が実施する入園入学審査には居住地の制限が設けられているが、区内在住ならほぼ問題がない。それら国立校に運悪く抽選で外れても、実はね、その幼稚園とか小学校って入園考査、入学考査ってあるんですけども、そんなね、幼稚園に入る3歳ぐらいのね、えお子ちゃまと小学校受験のですね5歳、6歳のお子ちゃま、5歳かって分からへんやん、そんな。だから多分にね、抽選の要素が濃いんですよ。まあもちろんね、ちゃんと先行してるんですよ、参考先生先行してるんですけど、多分に抽選の要素が濃いわけですけど、それらにですやっぱりね、幼稚園と遠くから来てもらうと困るわけですよ。埼玉県から行きたいんでしょう、じゃ飲むでしょうって、勘弁してってなるわけですよ。やっぱりね、基本的に歩いて行ける範囲内というのが基本なんですね。だからですね、地域限定があるんです。それらの国立校に運悪く抽選で外れても、文京区内には普通の私立に通うよりもレベルが高いとされる公立小学校はいくつもある。静止小学校、仙台小学校、昭和小学校、空町小学校の4校は頭文字を取って 3S1K と呼ばれている。このね、中でもね、やっぱり、まあ、やっぱり空町がいいでしょうね。空町というのはその3つの国立のど真ん中にあるんですよ。外れても雲町なんですよ。で、雲町はものすごくこう評価が高いです。賢い人がいてて、で、雲町小学校の通学エリアってね、その周りの文京区の他のこのエリアよりもマンションが1割は高いですね。下手したら2割高いです。これらの小学校にはその通学に住んでいるだけで入学できる。もちろん授業料は無料、当たり前ですけど義務教育ですからね。そう考えると子供のために文京区に住むのはかなり賢明な選択だと思える。そんなことを言っても都心だから高いのではないですか、クエスチョン。そんな声が聞こえてきそうだが、意外とそうでもない。文京区内で70平米の新築マンションを購入しようとすると予算は1億円前後から探せる。まあちょっとね、ちょっと難しくなりつつありますけど、まあ1億円、中古だともう少し低い予算の選択肢もある。これは東京の埋め立て地湾岸エリアである豊洲や有明でマンションを購入するとさほど変わらない水準。しかし筆者はあえて購入はお勧めしない。なぜなら現状の市場割高に思えるからだ。2013年に異次元金融緩和が始まって以来、文京区内のマンション価格は 1.5 倍以上に値上がりしている。はっきり申し上げると現在の価格水準は不自然なほど高いんですよ。まあただこれがね、いつ下がるのかっては言えませんけどね。前日の70平米1億のマンションを賃貸で借りた場合の家賃は月額32万円前後。ところが同様の物件を35年ローンで購入した場合の月々の返済額は 0.5% の変動金利を利用した場合でも30万円弱。ここに管理費や修繕積立金、琴税と言いますのは東京だけです。固定資産税プラス都市計画税っていう、まあ、一部他の大都市でもあるかもわかりませんが、琴税っていうんですよ。我々は琴税を加えると月額負担の合計35万円を超えるだろう。現時点では買うより借りる方が安いのだと。まあ以下少しありますけども、この辺でやめときましょう。日刊現代さん
メディアとしてはね、前から仲がいいんです、実は。仲がいいんですけどもですね、夕刊フジの連載を続けていた加減でですね、名前を出してですね、日刊現代にですね、原稿を書くことをはばかられてたわけですね。実際書いてもいませんでしたけども、コメントはね、よく取っていただきました。で、多分ね、日刊現代さん、これからですね、不定期に連載が出てくると思います。まあ、やっぱりマンション、不動産に関してですね、ザクザクの時もですね、毎回ここでこうネタにしてましたけども、これからもですね、ちょっと元のメディアが違うというだけでですね、こういった話は続けていきたいなと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。